世界的化学兵器の権威である岡島博士が昨日誘拐されたという発表がご家族の方々からされました。警察は公開捜査に踏み切る模様です。デストロの仕業ですかね。まだ決まったわけではないさ。デストロの外人の噂もまだ流れてこない。しかし敵も次第に手強くなってきた。気を引き締めないと。だが風見や勇気も一緒に戦ってくれるんだ。心強いぜ、直哉さん。そうだと思う、綾人。何も心配することはない。たけしもそう思うだろ？確かに、従来の技や力で勝つことが難しくなってきた。特訓が必要だな。先輩、なら嵐風山へ行きましょう。あそこは特訓には絶好の場所です。その場所をよく知ってるのか。昔俺がよく柔道の特訓した場所があるんですよ。特訓には持ってこいか。俺も手伝うぜ。タキ、悪いがお前さんには手伝ってほしいことがあるんだ。おやさん、俺の本職は FBI のね。それでどこにあるんだ、その怪しい風山ってのは。風山？東の森高市からずっと北に行ったところで、河合市長の向こう、桐原平原をさらに北に行った山です。嵐風山か、風山か。行ってみるか。力と技で鍛えてやるぜ。おやさんが鉄球転がすんかな。有名だね。あ、死ぬだろうよ。特訓っていうかね、特訓っていうかね。縦看板があるよ。またフリーズか。さあ、これで行ってもダメでしょうか。に負けた。何度か負けた。だがそれはこのショットガンがなかったからだ。今度は俺様の勝利だ。あ、全体攻撃か。
とりあえず属性攻撃を探ろう。出してもここはどうしてやろう。だがな、次は絶対こういかんぞ。まあ次はきついなんじゃとこれ。